What's up YouTube ご視聴助かりますということでやってまいりました。夜久しぶりだねここね。そうね、こんばんは。ね、こんばんは。今日はね、はい、なんとあの米子の JU 高島屋さんの森社長に呼びつけられまして。あの、はい、森社長ですね。森社長に。なんでもちょっと僕電話が電波が悪くて、うん、ちょっとよく分からなかったけど、はいはい、ギネスブックがどうとかこうとかっていう話なのよ。分かるよね、ギネスブックってもう有名だもんね。なんだろう、なんか多分本なんかの本なんでしょう、はいはい、何かが一番のやつを集めた本でしょ、はいはいはい、グッドブレスガーデンさんにどうもあるということで、ちょっと行きたいなと思うんだけど、うん、最近やってないから何をちょっとまたやっちゃおうかなと。何をですか。緑色になっちゃおうかなと。夏ですし久しぶりですね。久しぶりだね、ちょっとまあ間で、もう最近なんか、うん、取材に行くたびに今日カッパじゃないのとか言われるカッパが前歩きしてるっていう俺の、まあね、カッパの季節になりました。なりました、はい、夏になったんでね、はい、じゃあちょっと今日は新しい変身で。そうだね、もう鬼滅の変身はもうちょっとね封印でしょ、うん、もう やめましたんで、ね、今日は新しいやつを、はい、ちょっと新しい路線が路線で路線もう思いつきました。まあどこでも変身できるってわけじゃないんで、お、うん、ちょっとじゃあついてきてもらって。わかりました、変身します。はい、レッツゴー。スーパーマン並みでしょう。ひょっとしてこれはスーパーマンの真似じゃないですか。電話ボックス。いやいや、俺が考えた。考えたの。俺が考えた。いや、なんかここの5階になんか来てくれってことなんで。はい。グッドブレスガーデンの5階ですね。はい、5階ですね。多分ここだと思う。違ったかな。あ、違うよ。ここ5階プロだよ、プロ。下3階です。ドアが開きます。よろしくお願いします。こちらですね。こちらです。こちら間違えて僕ら1回5階行きまして、はい、プロ上がりの人にすごい白い目で見られました。どうも、はじめまして。こちらはどういった場所なんですか。はい、ね、米子漫画ミュージアムと申しまして、はいはいはい、3世代が集える、まあ、新しい漫画の聖地ということで。3世代。そうですね、もうやっぱりこの日本の誇る文化の文化、はい、そうですね。もうおじいちゃん、はい、お父さん、はい、お孫さん、はい、もう例えばドラゴンボールで多分話がもうつながる時代になってきてると思うの で、はい、で今回ちょっと僕、はい、呼びつけられたのはですね、はい、ギネスブックがどうとかこうとか、はい、何の本なんだ、はい、うん、ギネスブックはよく聞くよね。そうだね。何の本か見たことないもんね。ないない、ね、うん、まあすごいことが載ってるとは聞いてるんですけど、世界記録が載ってるということですね、はいはい、それが何かあるという、はい、今回ですね、はい、まだあのお披露目会前なんですけど、お披露目会前ちょっとね、秘蔵だよ秘蔵。あの進撃の巨人ってご存知ですか。はいはいはい、うん、あの一食でかい、一食でかい、はいはいはい、あれが先月、はい、約11年連載したのが、はい、ついに最終話を迎えました。最終話、はい、終わったんです。で、はい、今月最終巻が発売されるんですね、はいはい、で出版社さんが、はい、いやそれを盛り上げようっていう一環で、はい、ギネスに挑戦したいというのを企画してですね、はい、でギネスの内容が、はい、世界で販売された中で一番大きな本、一番大きな本、大きな本、ビッグジャイアンってやつですね。ですね、はいはいはい、なるほどか。なるほど、進撃の巨人にちなんで、それが100冊売れると、はい、ギネスに乗れるっていうので、なるほど、チャレンジですね、はい、チャレンジして、はい、で見事、はい、ギネス認定されたものが、はい、実は、ここに入ってるんですか。これ結構すごいね。中身、俺もこんなでこれ、うん、本ですかこれ。一冊の本の大きさですか。ちょっとあの試しにこうやってみてください。重みが、うわ、やばい、やばい、重たい、やばい。これ本当の本だ、ね、えめちゃくちゃなんかあのニトリとかで売ってるあの家具の組み立てねえ、こんな感じだね。そうなんかちょっといいこたつぐらいの重さ、ねえ、こたつだね、うん、これ。いや、これちょっと見せたい。小さい100冊、
世界で100冊、日本じゃなくて限定100冊で販売された、はいはいはい、それを手に入れたんですか。みんなで頑張ってポチポチやった。リアルにこんな企業でも買うのは親指なんだな。なんかコネクションとかありそうなもんだけど、コネクション手繰ったんですけど手繰れなくて、手繰れないんだ。すいません、力不足です皆さん。すいません、手繰ったんですけど手繰れなくて、力不足ですね。仕方がないな。親指で、すごいですね。でもそれとマウスで世界の人が狙ってたもの、そうそう、まあ、多分まあね、世界に対して、まあ、ネットなんで、はい、多分見れるは見れると思うんですけど、うんうん、これもう運、ここの会社、ね、運だけでやってるじゃん、ね、すごいね、さすがね、さすがなのかな、うん、まあ運も実力のうちっていうかね、うん、です。講談社キャラクター、キャラクターズ E、巨人用、あ、この本が巨人用なんだ。主人公のこの子じゃなくて、この子がエレンっていうんですけど、はいはい、大きい子なんですけど、はい、彼が読んでるのを想定して作ったら、はい、それの大きさと、はあ、今日はもうそれをプレリリース前に盗み見ようと、はい、これちょっと見たいですけ ど、ね、いいですか、はい、もう手袋、カッパさんなんかね、なるほど、触るものすべて緑、緑見てください、もうすでに指がちょっと緑ですから。いやちょっと楽しみだな、これはすごい、これはすごい、はい、世界初だよね、世界初、おお、わお、さっき持ってもらったと思うんですけど、はい、一人じゃ重たいですね。物々しいですね。の、これもまあ、まだまだまだ、はい。ぜひめくってあげてください。うわー、これすごいよこれ。すごいぞ。よっ、よいしょ。うわー。これすごい。すごいぞ。本気のやつじゃんこれ。これが原版だね、これからのこれでか、綺麗ですね、すごく。そうなんですよ、ツルツルテカテカ、めっちゃ高そう、これすごいね。じゃあまたバタバタしてください、ね、はいはい、ね、箱も財産ですからね。傷つけないよ。うわ、これやばい。ちょっとこのマテリアル見て、もうすごいね、これちゃんと、こっち背表紙っていうんですか、はいはいはい、はいはい、きちんと背表紙もちゃんと一緒なんですね。これやばいな。どうぞ、いいですか、めくっても、はい、いきます。はい、じゃあよろしくお願いします。よいしょ、うわすごい、カラーだよ、すごいすごい、この文字のちっちゃいところもカクカクしてない、してない、ね、拡大コピーするとカクカクするね、大体だから、してない、カクカク、すごい、ね、本気のやつじゃんこれ。あ、この絵はなんか見たことあるぞ、すごいなこれ、これすごい、これはすごい、これ見てよこれ、ね、ちょっと俺目つけてみて、ダメ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 、俺ピシッとやり、俺ここまで見たよしるしちゃダメだ。ダメだ、そうそうそう、ダメだ、そうそう、ダメだ、案外ケチだ、案外ケチだ、ダメだ、15万だからね。もう多分なかった、なかった、ツバもダメだったからね。すごいよ、ツバも本当一緒なんですよ、全く一緒なんですね、一緒なんですよ。うわ、これすごい、これは塗りがいがあるね、あるね、色の。これを、はい、こちらでは、はい、展示をされる、展示を、はい、予定しております。巨人の枕の、はあ、ああ、そういうのもあるんですね、作ってですね、はい、それをこちらで展示で、そうですね、いつ頃展示されるんですか。はい、6月4日ですね、はい、お披露目会を実施させていただく予定でございます、はいはいはい、で4日からですね、はい、まずは8日まで、はい、まずはこの4日間、はい、4、5、6、7、8ですね、はい、はいで9日に最新刊が出ますので、はい、まあ、そのタイミングからですね、はい、今のグループ内のちょっと蔦屋の店舗の、あ、なるほど、蔦屋さんに、夏休み前にまあ帰ってくるかなと、帰ってくる、はい、ははは、まあじゃあとりあえずは、4日から8日まではこちらの、はい、グッドブレスガーデンさんの3階漫画ミュージアムに展示してあって、ちょっと一回巡業に出て、はい、これはでもちょっと実物見てほしいね、これ、うん、でそうだね、圧巻ですね、圧巻ですね、はい、こう今物がちっちゃくなる時代に大きいの作っちゃったからね。本当に本当だね、きっとこれだから巨人からしたらあのサイズです、あのサイズなんですね、はいはい、あ、なるほどな、ちっちゃい、僕も一巻を読んだ時にすごい衝撃の、うわー、これだね、雪垣のここだ、これだね、こ
これでかくない？ちょっと俺と比べても全然違うから、ね、大きさほらすごいでかい巨人、うん、ここの、漫画見るんでしたっけ、はい、何冊ぐらい？一応ですねスタート20万冊。俺の予想だよ、うん、ちゃんと数えてないとちゃんと数えてない絶対途中でもう分かんなくなってるうんうんって言ってるじゃんほら準備したケースがそれを超えてたんでそうほとんど使っちゃったんだ。ああなるほどなるほど。あ近しい数字、近しい数字にはなってるけどまあ約ね、うん、20万何千何百とかは分からない。いやちょっとじゃあ楽しみに、はい、じゃあ4日から8日まで、そうですね、8日まで、こちらのグッドブレスガーデンさんで実物が見れるということで、はいはい、で夏休みぐらいになったらまたこちらに戻ってきてまた展示をされる、ね、ということなんで、はいはい、ぜひ皆さん楽しみにしてやってください。はい、はい、今日はありがとうございました。ちょっといいものを見させていただきました。見学させていただきました、はい、ちなみにこちらの、はい、利用の仕方っていうのを簡単にご説明いただきたいんですけど、はい、こちらはですね、大人が800円、小学生以上大学生が500円で、はい、もう1日、これ大人も1日ですか？1日、はい、入退室フリーでこれですね、はい、9時から8時まで、9時から8時です。お得な回数券もご用意させてもらってますので、ここはハマるね、ハマるね、ハマる。米子の人でも、はい、ちょっとこんだけ本があるっていうのを、はい、知らない人の方が多い。まだまだね、残念ながらちょっと、ね、はい、色々頑張って。これバレないように、バレないようにしないと、うん、ちょっとカットしようね、カットしよう、うん、こちら、お休みは一応年中無休でやっておりますから、はい、はいはい、なるほど、免停等が入る場合はお休み。なるほど、はい、ですね、はい、ということで、はい、ぜひ、まあ、進撃の巨人のね、あのでかい本もすごかったけど、うん、もうそれに引けを取らないというか、それ以上にすごかったね、びっくりしたね、中が、うん、やばい、本当に、ね、ここ一回来たら分かる、なんかちょっと漫画喫茶のレンタルルーム的な、うん、はい、あれとは全く質が違う、ね、別物、全然違う、別物、別世界、うん、大人で、こう大人でも楽しめる感じですね、うん、はい、いいものを見せていただきました、今日はありがとうございました。私も調査兵団になりたい、調査兵団に入りたいです。でかくなりたい。いやです、エイレンと戦うんです、一緒に巨人をやっつけたいの。私も見てるね、全部見ましたよ。あ、本当、うん、好きなんだね。大好きです、うん、エレンが好き。心臓を捧げよう。それでは除幕式でございます、どうぞ。お伝えさせていただきますので、お気軽にお声掛けくださいませ。では以上でございます。ありがとうございました。